優雅ブランドディレクターの成木です。今回は、この動画で、私 YouTube 始めて、1年経ちますので、まあ、この1年間振り返ってみて、まあ、どんな、この YouTube の効果があったのか、私の事業に対してっていうところを、お話をしていこうかなと思います。で、まあ、これからブランドを立ち上げようとしている人、もうすでにブランドを立ち上げた人、まあ、さまざまいると思うんですけども、まあ、ちょっとこう SNS の使い方、まあ、YouTube だとか Instagram だとかを参考に、聞いていってもらえればいいかなと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。まず、結果ですね。結果、まあ、一番気になるのって、まあ、実際どれぐらい売れたのだとか、どれぐらい、売り上げ叩けたのとかっていうところが、まあ、一番気になるんじゃないかなと思います。で、YouTube を、始めて、まあ、OEM の、内容をずっと発信しながら、1年間やってきましたけども、最初の、まあ、約半年、これはもう全く何の音沙汰もない、もう問い合わせも何もない状況でした。で、まあ、半年ぐらい経ってから、まあ、本当にポツポツと、OEM の問い合わせが、まあ、入ってくるようになって、まあ、1年間蓋を開けてみたら、まあ、後半ですね。1年間の、後半が、まあ、本当に1ヶ月に1回ぐらいのペースで、まあ、新規の、お客様が、獲得できているような状況になりました。で、私の YouTube って、まあ、ちょっとこう何て言ったらいいんですかね、こう字幕だとかもついてないですし、まあ、ニコニコもしないですし、まあ、そういうような、まあ、チャンネルですけども、やっぱりここの部分で、しっかり物事を伝えて、やっぱり聞いてくださってる方も真剣に聞いてくださってると思うので、まあ、そこで、まあ、ハードルを上げといて、まあ、お問い合わせ来る方々、ご相談しに来る方々っていうのは、やっぱりもう本気度もやっぱりかなり高いんですよね。ちゃんと予算、年間予算がこれぐらいあって、でこういうものがやりたくてっていうようなのがしっかりしてる方々なんですよ。なので、これまあ質的にはかなり私はこの1年間やったこの YouTube での結果っていうのは高いんじゃないかなっていうふうに自己評価をしています。やっぱりチャンネル登録者数だとかそういうところって本当に300ちょっとなんで、全然チャンネル登録者数もいないですし、いやいやもう全然全くいいアカウントじゃないじゃん、いいチャンネルじゃないじゃんって思われる方もいるかもしれませんけども、実質やっぱり私の事業へのまあメリットとしては、まあ、新規集客の獲得っていうのが、何百万の予算がある方々が1ヶ月に1回、来るというような結果になりますので、やっぱりこれは私からしたらすごい効果がでかかったな、高かったなって思います。で、まあ、インスタグラムも同じです。私の場合 YouTube、まあ、YouTube ってこう DM の機能とかないので直接やり取りができないので、まあ、YouTube から Instagram にこう流入させて、そこからインスタの DM でやり取りをするっていう流れにしてるんですけども、まあ、それでまあ Instagram もまあ実際に Instagram 飛んでもらえれば、自社ブランドの優雅っていうものをやっていて、まあ、インスタや EC の運営代行をやっていてっていうのがまあ分かるようになっている状態なので、まあ、そういうのも含めて、しっかり皆様には情報が届いて、まあ、やりたいことが皆様もできるようになって、私も事業的に伸びていってるっていうような状況なので、この1年間 YouTube に関してはかなり、いい結果が出たなと思っています。でこれ皆様、ブランドを立ち上げる方々で、正直その YouTube って、例えば私がこれまた優雅の商品を発信していたらちょっと違う結果が出たと思うんですよ。やっぱりこう物を販売する小売りのコンテンツではなくて、やっぱりハウツー、どうやってブランドを立ち上げるか、どうやって運営をしていくかっていうコンテンツなので、まあ、そこのコンテンツの違いでも差は出てくるとは思うんですけども、やっぱりこう真剣に皆さん聞いていただける方々を少数でもやっぱ集めると、まあ売上げという結果にはつながると思いますので、まあ今後、まあ、この YouTube 含めて、まあ、Instagram だとか、まあ、SNS ですね、まあ、そういうのを活用しながら、ブランド運営を、してみたらいいんじゃないかなと思います。